勉強するときに絶対にやってはいけない方法があるんです。皆さんこんにちは、ヒロです。実は勉強するときには絶対にしてはいけないことがあるんですね。もしもそれをしてしまうと、どんなに勉強を頑張ってもなかなか上手になれないんです。今日は勉強するときに何をしてはいけないのかを具体的に説明します。僕のチャンネルでは日本や日本語のことについて紹介しています。もし好きになってくれた方はチャンネル登録やコメントをお願いします。それでは早速始めましょう。一つ目がすぐに質問することなんですね。わからないものがあったときどうしていますか？もしかしてすぐに質問したりしていませんか？実はこれ一番やってはいけないことなんですね。例えば単語がわからない、そういう時にすぐに周りの人に聞いてしまうんです。これわかる？でも単語って Google で調べたらすぐにわかりますよね。そういう簡単なものを人に聞いているようではいつまで経っても自分で勉強できるようにならないんですよね。もし他の人が教えてくれなかったら最後は自分で調べますよね。最初から自分でできることは絶対に自分でするようにしましょう。これは今は楽かもしれないですが、将来的にはすごく大きなマイナスになるんですね。だから絶対に自分で調べてから聞くようにしてください。二つ目が本をたくさん買ってしまうことです。勉強してる時ってすごく不安になりますよね。このやり方合ってるのかな？この本いいのかな？そうやって悩んでしまうから本をたくさん買ってしまうんですね。でもちょっと待ってください。本をたくさん買ってるだけで満足していませんか？確かに本がたくさんあるとすごく安心できますよね。あ、この本持ってるから多分大丈夫だ。君もその本使ってるの？すごくいいよね。そんな風に安心はできるんですが、本当に勉強がよくできる人たちは一つの本をたくさん使うんですね。その人たちの本はボロボロなんですね。でもあなたの本見てください。全部綺麗じゃないですか？そしたらまだまだ勉強ができていないんです。本当に上手になりたいならどんな本でもいいから、まずは何回も何回も練習することなんですね。一つのことでもしっかり勉強できないなら最終的に上手になることは難しいんですよ。三つ目が勉強する習慣がないことなんですね。例えば、あ、今日時間あるから勉強しようかな。でも明日は友達と遊びに行きたいし、多分明日は無理だな。こんな感じで勉強する日が決まっていない人が多いんですね。どんなに長い時間勉強しても人間の脳みそは限りがあるんです。一回勉強しただけで全部覚えられるわけではないんですね。毎日勉強せずにたまに長く勉強してもなかなか効果は出ないんですね。だから少しの時間、短くてもいいんです。毎日しっかり勉強する時間を作ってください。いい習慣はあなたの人生をどんどんいい方向に変えていってくれるんですね。でも逆に悪い習慣というのはあなたの人生をどん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 悪い方にしていくんです。だから必ずいい習慣を持つようにしてください。今日は3つの勉強するときに絶対にしてはいけないことを紹介しました。もしあなたがそれをしてしまっているのならすぐにやめましょう。わからないことがあってもまずは自分で考えましょう。そして一つの本を完全に理解できるまで勉強するんです。できるなら毎日同じ時間に少しでもいいから勉強するいい習慣を作ってください。そうすればあなたの勉強は今よりももっと良くなりますよ。そしたら今日の動画は
これで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。